しの 400m、 続いてはいよいよ決勝です。選手の紹介を行います。1レーン本井優斗君、習志野大。2レーン三井壇君、宮本。3レーン間々田光大君、止水。4レーン山本俊太君、神津の森。5レーン成沢秀人君、船橋。6レーン後藤るきや君、山王。7レーン佐藤圭君、鴨川。8レーン藤見真人君、大和田。以上8名で共通男子 400m 決勝のスタートです。スタートしました共通男子 400m 決勝。さあ、すでに5名の選手が全国大会の標準記録を突破しております。全国大会の標準記録は51秒60、そして大会記録は49秒73。さあ、前半から積極的に行く選手は内側の1レーンの選手でしょうか。1レーンは習志野大の本井君、そして5レーンは船橋の成沢君。さあ、5レーンの成沢君が先頭でラストの直線。さあ、現在40秒。さあ、44、45、46、47、48、49、50。さあ、50秒89の速報。出ました、先頭でフィニッシュしたのは5レーン成沢くん船橋、50秒87での優勝です。おめでとうございます。